オンラインカジノアフィリエイトは違法でしょうか、やらない方がいいでしょうか。結構なんか微妙らしいんですよね。あのアメリカで大麻を吸って日本に帰ってくると捕まりますかみたいなのって、法律上は捕まらないんですけど、厚生労働省はあの捕まりますって言ってたりするんですよ。で捕まった実例は今のところないんですよ。でオンラインカジノアフィリエイトで捕まった実例は僕は知らないので、多分ないと思うので、その法律上は OK なんですけど、ただ本当に OK と断言できる人がいないっていう状態なので、あのもし怖いのであれば、あと有名人とかであればやめた方がいいです。要はあの見せしめとして逮捕されて裁判になったけど合法みたいなパターンもあるので、まあ、マークはされるでしょうね。